こんばんは、あきらです。今日はですね、きっとうまくいく受験相談というテーマでお話をしていきたいと思います。はい、えー、受験相談に参加するコツです。6年生の秋になると、平願校を決める受験相談会を行います。その相談会に参加する際のコツをお伝えいたします。受験相談ですから、今回は 学校の相談がメインです現在の成績から閉願校を相談していきます現在の成績と第一志望校の偏差がそれほど離れていなければ抑え校の相談が主となりますこの時注意しなければいけないのが初心者よりもご兄弟ですでに入試を経験されている方たちです中学受験は 毎年様子が変わりますですので過去の常識は通じなくなります一方塾には最新の情報が集まってきます例えばウェブ出願です学校説明会もウェブ予約にする学校も増えてきています文化祭もウェブで予約が必要な学校も出てきました算数 一家入試なども増えていますこのように毎年入試は変わるのです募集要項に載っていない情報も教室には入ってきます例えば、昨年少し生徒を取りすぎたので今年は少し絞る予定になっているなど、表に出ていない情報が教室に入ることもありますですので、まずは受験相談会に 参加するようにしましょう次に質問事項が多岐にわたる場合はあらかじめ質問リストを教室に渡しておきましょうその方がお互いに時間の節約になります渡さないまでもメモなどに質問事項をリストアップしておくと相談会はスムーズにいきますつい学習相談もしたくなりますが 脱線しがちなのでそれはまた別の機会にした方が良いでしょうまた相談の際にはメモを取るようにした方が相談者も気分が乗るというものです何か筆記用具を持ってお出かけすることをお勧めしますはい、えー、受験相談の内容一つ目お試し入試受験相談の中身について触れておこうと思います必ず 話話題になるののが、お試試し入試の話です。都内や神奈川の入試は2月から始まりますから1月に入試の行われる埼玉や千葉の入試をしませんか、という話です。大人の論理だと実際通いもしない学校を受けても意味がないだろうと感じるかもしれませんが受験するのは子どもたちですからこれは大いに意味があると思っています。 今は、ぼーっとしている子どもたちも、入試が近づくにつれ、不安は増すものです。2月1日の1校目が、第一志望校というのは、落ち着いて考えれば少し怖い気がしませんか遠方からの受験生向けですが、埼玉や千葉のホテルはすでに予約が集まっているとのことでした。 入試日は決まっているわけですから受けるつもりの日程は早めに抑えておいた方が早割りなどが使えるのでお得なのかもしれませんね栄東の先生とお話しすると毎年湘南新宿ラインで神奈川方面から受験するだけでなく進学者も出ているそうです。必ず合格できそうな学校と、 実力総合校または挑戦校をお試し入試用に聞いておくことをお勧めしますはい、えー、受験相談の内容2つ目「修正をお願いするケース」子どもは2月2日の発表で合格して友達と遊ぶ約束をしているかもしれません何でしょうか、まあ、いわゆる「根拠のない自信」というやつですね。大人ははここは冷静になりましょう そもそも入試は落ちる人の方が多いのです人気校は実質倍率3倍程度ですから6割以上の人が落ちるのです2月3日、2月4日の豊島が丘や2月2日、2月5日の渋々の女子などは実質倍率10倍以上の年もありますから9割の人が落ちるのですゾッとしますね 大人がやることは、2月5日または2月6日までシミュレーションをしておくことです。何があるかわからないのが入試です。それに備えて少なくとも願書、まあ、最近はウェブ出願がメインなので募集要項ですね、は手元に置いておきましょう。2月4日以降であれば、前日出願で OK の学校も増えてきています。 ウェブ出願ですと、前日の23時59分まで OK という学校も出てきています。午後入試も含めて、早めに合格校イコール進学許容校を確保しておきましょう。もう少しシビアな話をすると、手続き締め切り日も確認しておきたいです。入学金など複数の学校に払うと、 あっという間に出費がかさみます。中学受験はギリギリを攻める合格可能性50%であれば受験することが多いことが多いのです。閉願パターンを考えるとき、皆さんは偏差値表を見ることが多いと思います。合格可能性80%の偏差値表のことです。 その時の時注意点ですあらかじめご家庭で入力いただいた併願パターンを我々が拝見して修正をお願いするケースを紹介しておきます。3つの修正をお願いするケース1つ目同じような偏差値の学校だけ受けている受験では数打ち当たるということはあまりありません。 受かる人は全部受かる落ちる人は全部落ちるこういうケースの方が多いかもしれませんもちろん塾と相談して決めていれば全部落ちる併願パターンになることはありません早めの合格校が後半戦を戦う勇気をくれるのです早めの合格校が後半戦を戦う勇気をくれるのです2つ目 〇〇中以下の学校は受けない抑え校やお試し受験の重要性は以前にもお話ししましたしかし一定数こういうケースはあります残念ながら選ぶのは受験生ではなくて学校です抑え校には進学させたくないしかし子どもはそのプレッシャーに耐えられませんまた親御さんだけでも一度 〇〇中以下の学校も見に行ってみてください見てから判断しませんか親御さんだけでも一度〇〇中以下の学校も見に行ってみてくださいはい、え、3つ目ですね偏差値の低い回数学校を飛び石で受験するパターン偏差値表だけ見ていると一理あるように思えますが 我々から見ると違和感を覚えます飛び石で受けるよりも流して希望の学校の全回数受ける方を私は勧めますギリギリの戦いの場合には繰り上げ合格ということがありますその時は複数回受験の子から電話をかけるのがセオリーですそれだけ志望順位が高いと学校が判断するのでしょう 受けたい学校がたくさんあるかもしれませんが八方美人は結局は嫌われますその時は複数回受験の子から電話をかけるのがセオリーですはいえ、おまけですねプラン b も作っておく大人は最高の場合と最低の場合のシミュレーションを今の時期にやっておきましょう今ならまだ 冷静に考えられます2月2日までに合格校が取れた場合のチャレンジパターン2月3日2月4日でチャレンジ校を受けるケース逆に最悪の場合でも「ここは大丈夫」と太鼓判をもらった学校を受けるケースダブル出願をされる方も例年います2月3日の 国立であればコストはそれほどかかりません。